ジュール。ああ、そうですね。エッフェル塔のメジュール。これ止まってないの？あ、どうする？そうね。イベントでさらっと、あ、ちょっと待って、5番。はい、失敗した。マークを外す、カルダンですね。シェスター、今ね。で、終わり。やっぱり最初に戻ってレベルアップした状態でって感じなんですかね。とりあえずやっぱりチームのレベルが低いのか今。カタワツーね。はい。スリカーン。ヘイ。スーとはそんな強くないんだね。スー当てたー。シュートドン。簡単に弾かれるね。うわ、早い。追いつけない。全然。どういうことだ。タックルで。オッケー。ここだー。通るかなー。アンタリングー。来たー。モバイルキー。今だ。頼む、ポストはやめて。オッケー。突き破った。ポストにさえ、当たらなければ入るんですね。2連チャンポストだったかな。出た。いけー。タックルタックルパサッと。パス、パスカット、いったれ。あー、勢い弱まっただけだ。そうかな、勢い弱まってるのに。いや、相手にボール持たせちゃダメだね。おーっと、チェスター。パスした相手が。あー。あれでも必殺シュートとか打たないのかな。普通のシュート、おおほほー、吹っ飛ばされた。だが、普通の勢いも弱まっている。弱まってたら取れるかな。でも、かろうじてパンチング男だからな、ジュスト。パンチング、ケメイトム、うわぁ。アルベルク、うわぁ。普通のシュートでこの威力。シェスター、恐るべし。
なんて身体能力に差があるんだ。恐ろしいや。このパス線上に敵がいなければ通るんですね。あー、弾かれてる。今いたっけ？ナイス。お、結構弾いたね。これ、配達おんないのかな？ナポレオン。二人で。おう。あれドン。お、入った。あれキャノンシュート弾かれたのに、それシュートは入るのか。そんな強くないのかな。ナイス。一回後ろに戻しますよと。で。で、抜いて、取られてる。割と隠して取られてる。うわあ、アルベール届かない。あー、シスター。すんごいところで戻す。こっちのパスカット全くできないんだよな。バランス崩してる。で、ボールに行けない。アップ。ドミニック。あー、まずい。鋭いパス。OK。誰かフリーになっててくれよ。なんでこんな固まってるここ。OK。OK。ほいほい。パスを通して、シュート打って、弾いてねじ込んだりしない？シュート。あははは。走るか。こぼれ球。ああ、フォローされてる。
変えられないキャラクター。 OK。 さあ、それかさらっとかわされてる。追いつけない、追いつけない。あー、終了。後半戦、とりあえずね、今回バーにボールが当たってないんで、とりあえずリードしますね。1点、ミサキが全然ボールに絡んでないな。タックルパスカット、いくぞ。ナポレオン抜かせん、またファール、かわされてる。いや、やるなおお、ナイス、ミサキ君。OK、ナイスフォロー。ミサキ、ゲッツ。これ、これさ、ちょっと待って。コンプレイやると取られるんだよね。終わった、ほらやめてかわされてる。囲め囲めおう、いやー、入りそうだな。でもパンチャッチングにしたら取れなさそうなんだよな。パンチングでも弾かれてねじ込まれるとこれ何このポールパス上手すぎるんだけど。あれですね、若林健三と翼が少年時代にやったやつですね。ゴールポストに当てて、それをオーバーヘッドキックでね、入れるっていう。あれの再現か。おの。そうだな。お、バランスを崩しながらもかわす。よし。これ。取った。こっからのシュート14。意外とシュート力あるぞ。モリス君。あれ、弾いた、ゴール球ねじ込めドン、オッケー。に先にボールが全然いかないな。先に渡るとあのイベントが発生して取られちゃうんでね。もうパスか、あーパスか、あーかろうじてパスを出した、かろうじて出したパスはパスカットで取れないマジか。の鋭いパス、クリア。ナイス。へい。
のタックルされてる。あー、こういうダメになった。ナイスフォロー。サイドに、ナイス。まあ丸くが、丸くが上がる。ここ違う、ワンツー。あれ、ちょっと遠い人を選んだで、抜いたか。抜いたね、オッケー。これ取んないんだよな、多分。ドリブル、ここ5番さえ抜ければ。お、いった。パス力あるな。スルーするとどうなる、ボールかな。いや、先にボレー合わせてもらおう。ドン、いったね。ジャンピングボレー、今だ。なんこれ、バーに当たらなければ入る。ジャンピングボレーはどんぐらいジャンピングしてるんだ。相当横飛びってことですかね。シスター、シスターにやっぱボール集めるなぁ。先、パッカッ、いや、前に人いない。おぉ、普通にパス。前に人いなかったよね。後ろに戻ったのかな。あ、いる。いつか。え、この距離で？そして誰も関わらず、キーパーまで来てるし。取れるよね。弾いた。ペナルティーエリア外からのシュートでもいっぱいいっぱいですか？ワン、ツー。弾いた。ね、取ろう。はい。まっすぐ。さあ、どこだ。こっから見先。ジャンピングボレー、今だ。ドン。オッケー。とりあえずあと残り時間で3点は取れないと思うんで、大丈夫かな。タックル。おっと、反則。ナポレオン、届かない。鋭いパス、届かないだよね。アシスター、鋭いパス、
いや、撃つなぁ。結構の遠距離から。そして入るんかい。マジか。ナポレオンに持たせるか。この絵すごいよね。ロスタイム。ここだ。キャノンシュートだ。弾かれるか。キーパーに弾かれたのか。パンチング。キャノンなんだからさ、キーパーぐらい吹っ飛ばしてくんないの。で、いやでも多分敵取られるな。もう一回ナポレオン撃つ。キャノンシュだ、突き破った。おお、キャノンシュートは威力あるのかどうかよくわかんないですね。あの距離からでもキーパーを飛ばせるんだ。一発目パンチングで弾かれたの。テスター。なんか音がおかしい。やったな、ウサキ。うん、でも、あ、シスターか。気になるな。そうね。普通のシュートでキーパーを吹き飛ばしたからね。よいしょ、か。これレベル6ってどういうこと？敵のレベルがどんどん上がってくってこと？うん。まあ、いいね。はい。というわけで、とりあえず今回はこんなところで、2戦ですね。ではでは。